どこにおるんじゃ。おらんおらん。この帽子ドイツんだ、オランダ。エールだ。あ、怪しい。こいつ怪しい。顔見せてくれねえぞ。振り向かせるような驚くようなことを言ってくれ。キーは見つけた。オリーブさんだ。何？なんだって？しまった。振り向いてしまった。じゃあポケモン勝負だ。トシユキ。にゃんてにゃん。まだにゃう。ニャイキングにしてこい。ニャイキングに。アク。セミタック。耐えてくる。あれ？今一つ。マリーのエールは効き間バッチリやけん。ありがとう。え？素早さは別に上がらなくて。こいつ鋼もついてんのか。あれ、悪のニャースは別の地方だぞ。ハイアント、おお、鋼か。硬そう。虫もついてるよね。じゃあ死ぬわ。これから毎日虫を焼こうぜ。お前話しかけんなよ。思わず振り向いちゃったじゃねえか。よし、隠れれば際は立たなくて済む。え、逃げんの？なんて素早い。俺にはどこに隠れたか分かりません。走ってる。これ増えてない？隠れてない。連戦連戦。プチート、あれ、別ポケモン持ってた。こいつも悪だよね。鋼もあったっけ。まあ、レベル差あるの。ドリュースは地面。地面と鋼。地面は苦手だが。イエーイ、やってるー、やってるー。あんまりいらねえ。攻撃力くれ、攻撃力。シュート。逃げている間にポケモンを入れ替えたのに。まだボールは2つ残っている。木を隠すなら森の中、人を隠すなら人の中だ。ゲロー。こっちに逃げたな、今。こっちに逃げたのか。しかし、いない。あ、ホップさん負けちゃった。我が物には未来がある。いや、なんで座んねん。左に明らかに逃げたんだけど、こいつだな。ポケモンおっきい。何を探すか探している俺。違うかった。あれ、
おかしい。あとはお前か。あれれお前か。なんで観察力、今度こそ勝って逃げ切ってやる。レシード肩地面に埋まってる。物理だけど遠距離物理。トゲ系ついてそうなんだけど大丈夫か。こて。アガネール、地面鋼。まあ結果役。イエーイ、マリーの応援。まだまだ踊れますか。ポケモン踊らす、マリー最高。よし、やっと攻撃が上がった。ニトロチャージで死ぬ。かくれんぼもダメ、勝負もダメ、逃げるしかねえ。どこへ行こうというのかね。いよいよ追い込まれたようだ。だがオリーブ様に怒られたくないから諦めない。モノレールに乗ってしまえば追いつかれまい。エルダニオ、ホップを呼べ。みんなで駅に追い詰めるのです。何？分裂した。封鎖された。赤変ぬーん。悪いリーグスタッフを追い詰めるとはよくやりました。んー、とびっきりの歌をプレゼント。しがない神官にできることは歌うだけ。カービィかな。歌では誰かにエールをなんて本当は嘘だよ、無理だよ。歌で誰かを幸せになんて俺には無理だよ、できないよ。だけどそれでも歌うよ、ささやかな歌を歌うだけだよ。ネズの兄貴。あ、ネズじゃん、なんでストリートライブしてんだって言うならステーションライブだよな。お、近く行こうぜっと。インスタにあげよ。あ、そういえばジグザグマがフラグ回収。うわー、やったか。ネズさん、キーバー奪いましたぜ。ローズタワーまでモノレールでも行ける。シュエアホップ、今だ。行け、行き上がれこの野郎。モノレールをシュートタウンに呼ぶ前にロード早かった。最終決戦が行われそうな変なタワーに来てしまった。ローズタワー、てっぺんどこまで伸びてんだ。雲に隠れて見えねえぞ。そんなバカな。でどうすんの。エールダンのみんなと悪いリーグスタッフとバチバチやり合ってるし、どうする。先に行くよと。ローズタワーの道を作ったんだ。このまま突っ張りにしゃい。秘書も秘書だぜって。モノレールのキーを隠すなんて、ね、チャンピオン足止めして何をしてんのかしらね。私には全く分か、追いついてきたよねずさん。あの頃のスパイクタウンを思い出させる熱狂、渾身のライブでしたよ。ただしアンコールはない。ってまだいたの。さあ早く行け。兄貴が無茶するとまずいから、何かあれば戻ってきてねと。さあ行こうぜ。行こうぜ。来ます。まあ大体こういうとこは裏にアイテムがあるんで。エレキシード、
よくね、漫画とかアニメに雲よりも高い建物みたいな描写されるけどさ、別に東京タワーでもね、雲より上まで立ってないよね、建物。何メートルあるね。あ、ビルだ、普通の。でかすぎる、ローズタワー。してるか？パワースポットらしいぜ。ダイマックスできる。フラグ。絶対屋上でバトルがあるってことじゃねえか。てっぺんまで行けるかな？100階建て！お引き取り願う。エレベーターのことは気にするな。不審者がいます。不審者がいます。な、オリーブ様もあーちおっしゃられてるんだ。不審者を追い払えばたんまりボーナス。マクロコスモ。ひまわり。相手鋼ばっかっぽいから楽勝だね。ニトロチャージしかすることねえよ。教師。お小遣いは奪うもの。ボーナスか、夢のマイホームが、ね、4800円取られたぐらいでマイホーム遠のくんだったらもうこの仕事やめろ。一生家建たんぞ。待ってろよ兄貴。じゃあ俺は裏口から階段で行く。 FF7 のみんなどっちから行った？俺は階段を登ったよ。おお、3つある。あれ、バイオにありそうな。これ100階の意味ある？ルイージマンションとどっちが長いかな。10階ぐらいで止まった。え、マジで？あなたたち事務チャレンジャーですね。ご参加ありがとうございます。ですが邪魔は許しませんと。さまざまな関連会社を守るためにも追い返します。ポケモン勝負だってできるローズタワー、自慢のエレベーター。作っているのは関連会社であるマクロコスモスコンストラクション。ゾウタ君とゾウ、ゾウタ君とゾウタ君、ゾウタ君。いつじ、ドローチャージでどうたくんをやこう。あ、耐えたな。押しかかり強め。あ、まひった。鉄壁やで。守備力グーンとアップ。やばい、穴を掘るはきついぞ。2ターン麻痺で止まるのを乗り越えないと攻撃できないからな。状態異常があるときに2ターン技使っちゃダメなんだよね。リーフブレードは使えるよね。あ、草。いい加減リベンジ忘れるか。積むのを諦めてもいいね、ストーリーだし。これ急所に当たりやすくてネギ持ってるから確定急所の可能性あるな。もういいかリベンジ。のしかかり、お前あっちに行けよ。抜群でこのダメージでどうしようもねえな。無理。切ない顔で倒れていった。ポケモンが戦っても安心なエレベーターは自慢できましたよーっと。不機嫌。
マグロ、マグロコスモスコンストラクションの仕事なら誰にも負けねえのによっと。負けたからには素直に引き下がりましょう。ローズ委員長の邪魔はしないでください。エレベーターは床だけ動かします。で、危ないんで光る壁を発生させます。そう、タワーで勤務する連中が外からエレベーターを止めるのか、さっさと天辺に行きたい。これだいぶめんどくさいか。2、3、4、5、6、7、8、9、10回、11回、100回立てでしょ。これマジで10回やったらやだな。扉が3つだからね。お、もう半分来た、よかった。あ、保険に入ってませんか。保険の見直し大事。鉄次とエツコ、意義ある。焼け。耐えられるな。よしかかれ。鋼タイプ相手にノーマル連れてくるね、ホップのポケモンバトルのセンス。神札だ。あっち狙えよ。ってことはね、エレベーターの扉も3つだからね、多分もう1回かな。仕事なら誰にも負けないのに、さっき聞いた剛力を縦に100匹並べると150メートルですね。高所恐怖症、ポケモン勝負で負けても保険は下りないのです。じゃあ解約する。あ、回復またしてくれた。さあ多分これで終わりだな。てっぺんまでもう少し、院長には合わせない。高いところも平気。マクロコスモスエアラインズで空の仕事をしていますから。ハガネールとマッキョ、マッキョは電気とハガネか。おー、ハガネールマッサツ。どうやらヘディングはできなかったようだな。のしかかりしかしないんですけど。なんという役立たず。濁流、きったねえ水、病気になるわ。命中率、命中率下がるのはまずいな。ああ耐えた。のしかかり、のしかかり。マクロコスモスエアラインズの仕事なら誰にも負けないのに。登るエレベーターね、浮くような感覚がしますよね。しなくない？下るエレベーターじゃない？それ。登るエレベーターはむしろあの地面に押し付けられる感覚になるはずなんだけど。院長に会えると思うな。あの人は突破できねえ。高いビルというものは上に行くほど偉い人がいるんだよ。タワーのてっぺんにいるのはローズ院長。トップオブトップス。どうやらあと少し気を引き締めていくぜ。
ついたか。あー巨大化できるわ。あら秘書ちゃんと先に戦うのか。ようこそ300メートルローズ委員長のスペース。私のオーダーをこなす特別なスタッフたちをものともせずやってくるなんて、さすがダンデが推薦したポケモントレーナー。でもね、ここでお帰りになってもらうわいよ。だってローズ様の邪魔だなんて私絶対に許しませんわ。あなたをボコボコにすればチャンピオンもがっかり落ち込んで委員長の話を聞きます。ルヒステリック女だ。雪目の子。あら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 。あ、巨大マックスできちゃう。5体も持ってるぞ。ミトロチャージ。相手は溶ける。ガーン。生意気、オリーブのパートナーを傷つけるなんて。ミノカロスは強えな。水ドラゴン。よし、いいよ。タックル2回かましたら死ぬだろ。ヒンバスが進化するやつや。脳筋、脳筋最高。足りんようだな、この回復量。エンニュート、エンニュート毒。初めてお仕事してみるかい。手逆にしたよね。私思念の続き早い。おろろろろろろろ。いや耐えた。食べ残し。思念の続きの悪いところは 100% じゃないところなんだよね。あと相手の方が早い。竜の怒り。タタタタン。食べ残し。アマージョ。草。岩はきついな。焼くか。私に踏みつけられたいのかしら。さあラストは誰だ。ダストダス毒。いいのねえな。もういいよ。ラストのポケモンマジオリーブ。キラソータマ、マジキラソータマ。おがくからラスト。やることはいつも同じ。スローインです。大きくなっちゃった。
ダイマックスレベル上げようかな。さあローズタワーでの巨大マックス特殊変化しそうだな。ほらうわー、これはか塊魂。ただいま 100m。 はい、ゴミは焼いちゃいましょうね。砕ける鎧。バイサが軍と上がっても勝てないっしょ。ダイヤー、これは痛そう。耐えろ耐えろ耐えろ、いって。これが本当のゴミ処理場というやつだ。命中確定か。何？抜かしてきたー。耐えろー。ひまわりー。ねえ、耐えられないのよ。これは耐えた方がいいかな。先生が先生できなかったら負ける可能性。プレッシャーをかける。ゴミ大好きカラス。ブライブバード、くそ。こうだけど、やったか。あ、燃やされた。オリーブスン。へえ、勝てないなんてオリーブ、ほんとダメな子。なんということでしょう。勝ち上がったジムチャレンジャーの実力を見くびっていたわっと。まだまだ妨害したいところですが、願い星集め終わった。あとは好きにすればいいさ。エースバーンの強さめちゃくちゃ引き出してるよなっと。回復してよ。いたいた。ダンデン君、もう100回は話しただろ。分かってくれないか。チャンピオンともあろうものが理解しているつもりです。ただ千年先の問題を今すぐ解決するために明日のトーナメントを中止するのは理解ができない。一日ぐらいいいじゃねえか。絶対に試合をする。ガラルに暮らすみんなの、そして俺の楽しみなんですよ。分かってない、全然分かってないよ君は。急に一枚絵に。ご覧よダンデ君、眼下に広がるガラル地方。100階建ての割に高くねえなこのビル。千年先はなくなるんだ。その時、みんなは生きていないんだ。だったら一日とは言わず一刻も早く問題解決のために動く。より良い未来にするために。千年先。なるほど、委員長の懸念は分かりました。明日の決勝が終われば手伝いますから。分からずやが。アンキーって、俺心配になったよって。ホップ君、不安にさせたことを謝ります。大人はね、プライドが邪魔してね、正直に話し合えないんですよ。ホテルで好きなもの食べようぜーっと。俺がとことんおごってやるぜーって。大盛りで。ローズ委員長、明日の試合をご覧ください。ガラルの歴史に残ります。ガラルの歴史に残る。甘いねチャンピオン。ガラルの歴史を、未来を変えるんだ、この私が。翌日の夕方、寝すぎ。仕事中にスマホ出すんじゃねえよ。いよいよだぞ、バッチリ眠れたか。試合をするのはお前なのに俺が緊張している。
昼夜さんですね。スタジアムまでご案内します。おいお前昨日のこと忘れたのかって、ホップ様と相棒のゴリランダーがぶっ飛ばすぞっと。まあお待ち、私はいいリーグスタッフです。自分で言うのもなんですが、昨日の話は聞いております。オリーブさん、院長のためなら何でもなさるところがありましてね。そのために専用スタッフを極秘で抱えていたそうですよと。本日はご安心を、確かなスタッフばかりです。だってさね、どの口で聞いてんねんって話だよね。中東スタジアムまで案内しましょうか。いやいいよと、自分で行く。ホテル前の空飛ぶタクシーをご利用になり、お任せしますよ。自分の足で行く。